今回は松屋のシュクメルリ鍋ライスセットですね、特盛りを食べていきたいと思います。いやすごいですね、もうご飯がすごい入ってますよ。で、こちらはまあ普通のサイズなんですけど、いやどうでしょうかね、これ、まあ、やっぱいいですね。ニンニクたっぷりの美味しい鍋ですからね、まあ、早速ご飯にかけていきますね。あ、この肉のゴロッと感がやっぱり違いますね、桁違いすぎますよこれ。やっぱり違いますねこれ。いやもうこの時点ですごいニンニクの匂いがしていきますからね、やっぱ違いますねこれ、うん、いやこれ見てください、この分量といい迫力といいですね。ご飯特盛りに乗ってるのもありますけど、やっぱ違いますね。じゃあ早速切っていきますかね。これを切ったらどうなっちゃいますかね、断面ですよね。どう切りますかね、まあ、切り方悩むところですけど、こう切りますかね。いや、やっぱすごいですねこれ、結構ドロドロしてるんでうまく切れた感じですかね。早速こちらいただきたいと思いますね。特盛ライスにやっぱり染み込むまで時間かかるみたいなんですけど、いいんじゃないですかね。うん、やっぱりニンニクの味がいいですよねこれ、すごい効いてますよ。かといって見た目はシチューですからね。うん、いやさつまいももいいですねこれ、面白い味わいですよ、うん、本当に結構ジャンクな味なんですよねこれ、ニンニクのおかげでですね、それがまたいいんですよね。このしかもゴロッとした鶏肉も入ってて最高ですよ、うん、食べ応えたっぷりですね。やっぱりご飯特盛りだとちょっとご飯が余るかなと思いますけど、このニンニクパワーでどんどんご飯が進みますね。うん、やっぱチーズのとこも桁違いですねこれ、素晴らしい相性ですよこれ。見てください、このチーズの焼き加減ですよね、これは美味しいですよ、いいですね、うん、いや本当に食べ応えたっぷりですねこれ、なんたってもニンニクまみれみたいな感じですからね。かといってちゃんとシチューの味もするって感じですからね。うん。いや、いいバランスだと思います、本当に。後ろのやつがこぼれてきてますね、段差をつけてですね、うん、いいですね。
やっぱり店によっては無料で特盛りできるのがいいですよね。いや、たまんないですよ。いや、特盛りでしたけど、やっぱり全然問題ないですね。ご飯がちゃんと食べれましたよ、これ。どうしても足りないかなと思ったんですけどね。ご飯が余るんじゃないかなと思ったんですけど、具沢山でもすぐなくなっちゃいますね。破壊力はもうたまんないですね。このニンニクとシチューの共演みたいな感じですからね。やっぱりニンニクの塩梅が絶妙なんですよね。これ強すぎずも弱すぎもすぎずっていうところでちょうどいい感じですよね。まあ郷土料理だけあって長年研究されてたんですかね。やっぱりいいところに落ち着いてますよ。やっぱこの肉の存在感が何事もにも耐え難いところのすごいですからね。耐え難いところのいい感じの演出してますからね。さつまいもゴロッと入ってますからね。いいですよ。いや、いい食べ応えですね。でも満足感がすごいですからね。というところで今回は松屋のシュクメルリ鍋ライスセット特盛りをいただきました。ご視聴ありがとうございました。